さあ、やってきました、アルタリア。なんか、だいぶホッティーな雰囲気に戻ってんだ。いいね、ホッティーだ、ホッティー。はい、というわけで、ここの、お、左ゲージはここ。ここ初めて行くとこです。暑い！でも、平気だよ！お、ミサイルがある。イエーイ、ミサイルタンクー。なんか、お前誰やねん。もう、弱えぞ、お前ら。さあ、ここも通っていけるね。だいぶ行けるとこ増えてんじゃん。これ、ここも行けるようになってんだよね。ここ行ってみようぜ、せっかくだし。ここかな？うわぁ！お風呂だ！あったけー全然、あ、でもミサイルがあったんだ、ここには。ミサイルタンク入手。はい。こんな感じかな。暑いだけででも特に何もなかったね、ここって。さあ、アルタリアで今回の目的地はね、あ、これだ、これだ、ここ。この左なんですよ、アビリティスフィア。なんだけど、なんかマップでね、これ光ってるところがあるじゃん。こういうところにアイテムが隠されてるので、それを取りながら、じゃあちょっと今から行こうと思いまーす。まずはね、光ってるところまでパッと行っちゃいましょうか。さあ、まずは1個目来ましたね、光ってるところ。うわーん。どこかに隠された道があったぜ！ドン！あー、もうそんな分かりやすいとこにあったのね。さあ、ミサイルタンク入手っていうね。このレーダーゲットしてからもう、わ、めちゃくちゃ何でもできるようになったからすごい助かるよね、ほんと。ね。おーおーおー。なんか今見たら、あそこ絶対なんかアイテムあるなーってとこなのにさ、なんかわかんないもんだよね、ほんと。はい、じゃあ次どこ行こうかな。さあ、アイテムの入手見てください、上。62% 入手ってなってる。バカ入手してるな、俺。これ取ってないか。さあ、次アイテム取ってないゾーンが、この辺。あ、もうここだ。見えてる見えてる見えてる。めっちゃ。こんな取ってなかったんや、俺。こんな誰でも取れそうな、小学生でも取れそうなアイテム。小学生でも取れそうなアイテムを取ってなかった男がいたら、もうほぼアイテム取ったんじゃね、こうなってくると。な、今 65%。右半分はもう全部終わったかな、これで。ここに見えてるこの木もね、ピューって壊せるって最高！昔は壊せんかってん、あそこも。さてさて、アビリティ取りに行く続きなんですけど、待って、ここの上にあるドアとか絶対昔行ったことないとこだよね。初めてのとこです、今。ここ。初めてエリアです、エミーゾーンの中にある。なんか落ちてきた！おー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 、落ちる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 。何ここ、なんかアイテムある、これ。変なアイテム。ちょ、君たち邪魔やで。はい。未消のアイテム入手。まだこのアイテムを使用することはできない。何やねこれ。これ前もなんか入手したよね、謎アイテム。これは一体何なのかなーってやつなんだけど。待って、見たことないやつある、これ。紫色のゲート、そんなあるんだ、このゲームに。それはね、聞いてないよ、ほんと。初めてですよ、初めて。よし、ちょっと行ったことないとこ、ちょっと優先で先行ってます。ん、これ行けない、ここ。うわ、ここも行けない。待って、行けないとこ意外とあるぞ、まだ。ふふふ。ここは、あれだな、チャージビーム。スイッ。あ、これで道が落ちていけるようになったよーってやつね。ほい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 。これは、あー、待て待て待て。ほいほい。わ、ここは、グラップリング、フェイント。ミサイルタンクー。よしよしよし、地味に俺アイテム回収しながら進んでっからよ。あ、こことか行きたかったけど、まあまあ、それ今度でいいか。じゃあ次、下から通って、ね、ここまで行ってからアイテム取りに行きましょうか。ね。じゃ、まず次、ここね、ミサイルタンク。で、さっきのルートで行こうとしたんだけど、あっち行けなかったわ。なんか道がなかったですね。下からここ繋がる道、右にぐーっとお回りしなきゃいけなかったんで、ちょっと別ルートで行きましょう。待って、なんかさ、アルタリアもすげえ迷子になってきたんだけど、ここ。めっちゃむずいね、このゲーム。ガチ迷子ゲーなんだけど、ここからだな、ここ。よし。なに？ちょっと、やめて！やめて、ほんとやめて、ほんとやめて、ほんとやめて、それ。俺もう、俺ちょっとビビってるから、その罠に。落とし穴にね。ここの下も行ったことないとこあるな。ちょっとよく見たら。けどね、ここの、右のとこだね。ここ、ここ、ここ、ここ。初めて行くところ。ここは何だい？何かわか、何もわからぬ。何もわからぬ。何も、あー、めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。ここ通じていくことによって、ここ行けるやった。さっき行こうとしてたところ。やったぜ。ここだよね。あー、これね。ミサイルタグ入手。
来た来た来た。137発あるぜ、俺。今回なんかもうほぼアイテム回収会やで、ほんと。ちょ、寒いところ、全然いけるぜ。ねえ、ちょれーぜ。もうすぐだぜ、アビリティーとこまで。もうここのてっぺんあたりだね、もう寒いところというか、アビリティーがあるのは。これ、ここなんだい？ちょ、待ってな。ここ一回。うわーでい！やっぱなんかあるやつ、ここ何？ぶっ壊して。ここはドーンってぶっ壊して、ここも。へい。あ、ミサイルある投稿ね、ミサイルある投稿。はい、ありがとうございます。ミサイルタンク入手。ミサイル無限にゲットできるけど。どうやって行くん、ここ。だから、道間違ったかな、俺。まあ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 、いいでしょう。ここの上だね、アビリティあるのは。来た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 、はい、これは何ですかい、かい、ゲット。なんかこれメトロイドのマークみたいなやつやん。スクリューアタック。なんかメトロイドといえばこのマークみたいなとこあるよね。これスマブラで見たことあるからかな。なんだろうこれ。はい、スクリューアタック、ウェビーだよね。回転ジャンプ中、超高出力エネルギーをまとって体当たりすることができる。電撃をまとった無敵状態の敵に対しても有効である。スクリューアタックブロック！この青いやつ。それだったんだ。スクリューアタックブロックも破壊できる。勝った！うわ、すげえ！すげえ、強すぎるだろ、これ！スクリューアタックブロック！そんなことが。もうこれで俺はもう何でもできるぞ！何でもできる！これね、え、どうしよう。あ、このミサイルタンクも取りに行けるわけで。え、もう、待って、行けるところ増えすぎるぞ、これ。ちょ、まずい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 、みんな。まずい、まずい問題が出る。行けるところが増えすぎる問題がすごい。おぉ、うわぁ、うわぁ、最高!141発どんだけあんねん、俺の能力。え、これはどこに、バルエニア、え、バルエニアってなんかあったっけ？マップにスクリューのところ。なんかありすぎてわからん気がしてきた、俺。そういえばね、アダムがさ、スクリューアタックゲットしたら、もう一回僕のとこにもう一回来てね、とか言ってなかったっけ？なので、ちょっとね、アダムのところまで行きましょうか。どこ、どうやって行くんや、アダムのところ。お、ここも新しいとこだな。へい。なんか意外と行けるところが増えすぎてて、わかんねえよ。む、ここの左のエリアにテレポータルネイビーってのがあるんだけど、向こう側からオープンしてくるとこだね。よし、なんか行けるところがまたガツッと増えてきたわけですけど、アダムがここか。いで、お前なんだよ。はい、アダム会いに来たよ。あ、ここアダムじゃなかった、マップステーションだ、ここ違う。アダムどこにいるんだ。アダム、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 あ、右の方や、右の方やった。ここだ、アダム。やっと来たよ、アダム。お、また長かったわ、ここまで。はい。こんにちは。サムス、よくやった。寒冷化現象を止めただけでなく、ついにスクリューアタックまで入手したが、これまで取れなかった場所も地形を破壊して進むことができるだろう。これマジで便利だよね、絶対。君の戦闘能力は本ミッション開始時を凌駕している。だが、レイヴンビークに立ち向かえるまでに至っていないと考えられる。今やつと戦うことになれば、君が勝利する可能性は極めて低い。でも勝つことはできるんだね、一応。まだ能力を高めなきゃいけないってことが。ね、だから、とりあえずこの惑星をね、探索をまたして、なんだろう、アビリティとか能力を高めていきつつって感じかな。はい。それ、行けるところが増えたって言ったけどね、具体的にどこ行けばいいとかっていうのはね、教えてくれなかったんですよね。なかなか冷たいな。どうする？これカタリスの方面まで来ちゃったから、一旦カタリスから一個ずつ埋めていこうか。じゃあ、よし、じゃあカタリスへ向かいましょうか。俺何往復してんだろうな、ここ。はい、行ってきまーす。さあ、到着しました。でも正直カタリスには青いブロックで壊せるところってそんななかったイメージなんですよね、やっぱ。でもこういうとことか行ったことないな。上か。行ったことないとこ結構あるな、こうやって見ると。カタリス。ジャンプしてるだけで敵が死んでいく。あー、ここ今まで暑かったんかな、ここ。いや、暑くなかったか。なんかないもんね、やっぱり。やばいぞ。初めて来るばっか、ここばかりですね、一応。へい。上のなんだ、あれ。なんかあるね。あれ、ちょっと
なんかオンにしとこうか、あれ。よくわかんねえや。はい。さあ、ミサイルタンク入手。一応レーダーやっとこうか。上壊せそう。あい、なんだここ、下か？どう？なんだお前は。こいつ怖い。あ、でも一撃で死んでる。なぜだ？上はどうやって行くんだ、ここ。ぐーっと回ってきたらいいのかな？インタラクティブデバイス使用済み。あ、もう上の動いてんじゃん。よく見たら。動いてました。すいませんでした。でもまだ行ったことないところが、ここにあるんだよね、ここ。この下、スッと行った先。暑いぜ！初めて行く暑いとこ。暑いぜ、エリア。暑いぜ。ここなんかあるやろ。ほい。なんだい、ここは。ぶっ壊せ。これまだ未知の技ある。未知の技使っていくとこだ。やばすぎやろ、こいつら。まだ知らない能力がありすぎやって、このゲームには、ほんと。で、ここも多分まだ来ないとこが、もしかして。ねえ。ちょ、一回待って、レーダー。はい。うわ、あっち側から行くって何なんだよ。ねえ。ほい。で、ここね、ちょー。ほい。無限ジャンプ編。壊せる！壊せる！いやー！来たわ。やったぜ。ミサイルタンク。無限ジャンプ編できるじゃん、完全に。イエーイ！ミサイルがあったゾーンって感じか。で、ここの、ねえ、テレポーターのネイビー。出たネイビー。さっき見たな。あっちに通じるってわけね。カタリスまだ行ってないところが、ちらほらある。ミサイルタンク完全強でもうがっつりゲットしまくってやろうと。ね。ちょっと待ってな。ここの上にあるんだよな。おう。おーおーおーおお。グラップリングか、ここ！来た、グラップリング！なんだこれは。ん？これはなんか壊せそうな気がする。はい。おーおーおい。せい！なにこいつ、もう。これなに？壊せる。壊せる。ボム！ボム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 ！ボム！頑張れ！ボム！頑張れ、ボム！これむずくね？こういうことかな、じゃあ。ね。で、ちょっと下がっちゃう。やばい。やばい。はい。よし。よし。あ、終わって、待って、待って。はい。どうだ、いやー、これは、待って、この状態で、ドーン、ドーンで、ドーンじゃ。いや、ちょっと待って、マジで。なんか、時間かかった。だいたいまた未消アイテム。もうわからん、そのアイテム、未消くん。もう道行けるとこない、未消アイテムくん。未消アイテムくんをいつか何かに使うんだろうな、ほんと。何に使うかわかんないけど。ね、さてさてさて、じゃあ次行くのが、このエリアやっぱ行ったことないとこ、マグマの中入れるようになったっていうから、何このハテナハテナハテナって。ああ、これ逆側壊すとこか。行けるとこ地味にない気がするな、こうやって見ると。ね。なので、ダイロンとか、行ってみるか。バルタニアだったら確実にあるんだけどな。俺やっぱアルタニアからさ、カタリスくんじゃなくてバルタニア行くべきだったんだよね、ほんと。バルタニア行こうぜ、やっぱ。すげえ遠回りだしてるな、俺。まあ、それもまた、人生。あ、ちょっと待って、カタリスの途中なんだけど、まだ行ってないところあった。このマグマの下。あ、待って、あれ、どっか通じてるやつだ。あれ、ネイビーか、噂の。あ、ネイビーだ、ネイビーだ、ネイビーだ。これはいいぞ。あったけ、あったけ、ホッティホッティ。来たドドドン。あ、そう、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい、わかる、これ。アルタリアのね、左端にタニアじゃない、バルエニアだ。俺、いつも間違ってる、ごめん。バルタンって言ってたせいで、ずっとバルタニアって言っちゃう、バルエニアです。すいませんでした。怒らないでください。よし、来たよ、アルタリア。うわ、これでもうメタメタ、行きやすくなった。お求めやすくなっておりますだ、完全に。お求めやすくなっております。言い方変だけど、いや本来だったらここから来るものだったかもしんない。あー、帰ってきた、ここアビリティのとこに。あれを使って、ここまで
楽々来るのかもしれなかったね。俺が迷子ムーブしてただけや。でも結構迷子になるねこのゲーム。よし、さあバルエニアに戻りましょうか。バルタンです。行ってきます。到着バルエニア。いやバルエニアはねマジでこれスクリューで壊すとこクッソあるからな。ここ引くほどあるから。もうあったさすやべえ、ミサイルこれ150とか超えるぞ多分今回のこの量は。ねえ、ここってなんかないのかな、こういうとこないね。よし進んでいこう。アダムおーおーおー、なんだいこれ、ミサイルタンクプラス10 バカうまいんだよな。上かな、じゃあルート的には。ここは下アイテムはね特になさそうだね今のところ。ここになんかちょっとありそうだけど、まあそれはまた今度にして。おお、すげえ。無限ジャンプ編で無限ジャンプしていこう。ほい、なんだボス。うわ、超人兵士2体か。いつものこいつ地味に強いやつなんだよこいつ。ねえやめろよ、痛えよ。よし、おいや、きついよ。よし待って、ミサイルめっちゃ撃ってくるこいつ、強いよ。はい、ぶね、ほい、おいおい、ちょマジでしんどい。いやミサイルバカ撃っていく。待って、死ぬ。俺防御力が上がったと言ってもね、普通にしんどいわこれは。ね、くっ、いやロックオンで来て、いやー待ってロックオンしたい。ね、ふう、やめだ、ちょっと俺ミサイル狙いすぎてる、ミサイル狙いすぎてるせいで死にかけてる。危ねえ、ちゃんと戦おう、冷静に戦おう。あっ、ぶんで、ほい、よし、確実に。よし、ぐわー、あと一発で死ぬ。痛い、つけた。よし、あと痛い。よし、撃破。あぶねえ、普通に俺事故というか雑魚死仕掛けた。危なすぎるやろマジ、雑魚だらだったぞ今完全に。これなんだい、ミサイル獲得。なんつうとこに隠しとんねんねえ、いやー強かった。俺これ苦手だわやっぱ超人兵士、本当に強いんだよなあいつ。えい、そしてもろて。あ、これはワープ装置グリーン。グリーン使ってまで行くところかここね。ちょっと待ってね、先に、いやグリーン行く前にここ行っとこうか。ここは下のここにね、スピードアタックブースターブロック。あー、ここじゃ、あれか。なんか取るのがクソむずいやつのとこだ。あそこは。なんかダッシュ。なんかコメントで見た俺。なんか、どうすんだっけなんかやたら難しかった気がする。見てて。これどうすんのこれ。ね、うおーってこう溜めて、から、これ下じゃないよね多分。あ、坂道の場合はその継続するから、それをうまく生かしていくってことだよねこれって。だからもう一回。でもさ、これさ正直言ってゲーム苦手な人にはめっちゃむずくねこれ。ねえ、オッケー、ミサイルタンクプラスゲット。だからメトロイドってマジで高難度アクションゲームが得意な人向けゲームだよな。今のやつとかもさ、普通にむずかったもん。ミサイル169発。もうバカになってんだけど。よし、じゃあ次、こっちですね。緑どこだったっけ？ガボランだっけ？どこ行くのこれ。ガボランか。オッケー。さあ、ガボラン行きましょうか。ガボガボしましょう。もう、いかにもさ、このマップの上のところ見てもらうと、もう今すぐ、お前そこ行けって言ってるみたいなもんや。おもろ。はい、じゃあガボガボ行きましょう。
到着到着。ガボランガボラン、自然あふれる綺麗なところ。早くね、これわかるかな、これゲットしたいんだよな。いつゲットできるんだろうか。これどうすんだ。はい、無理だけど、そこそこでどんどん、あれ今のはあれボールになってスピードダッシュするみたいなやつ使うのかな、わからん。無限ジャンプしながら行く、実はうまくやれば、うまくやれば無限ジャンプできる。うわーできない。よし、まあ、とりあえずさ、ここの上で取っちゃおうか。ミサイルタンクやっぱ至るところにある。あ、ここも取りたいけど行けないやつか。今はテレポータルグリーン、あれさっきのとこじゃんこれ。あ、右側から来るとこかこれは。失礼しました。はい、じゃあでここのスクリューアタックのやつ取りましょうか。ウェイウェイ、気持ちいい、全部ぶっ壊してやるぜ。ほら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 、これ壊すために生きてんだ俺。で体力回復したい体力回復したい。さっきの超人兵士でもうボコボコにされたから俺。はい、どっこい。ヒットポイントパワーもだいぶ増えてきたね、こうやって見ると。じゃあボムは、ボム川さんこっちこっち。はい、グラップリングからのドン。さあ行こうか。うわー、いきなり出会い頭にこんにちはやめろ、びっくりするから。え、あ、セーブポイントか。ミサイル、あ、ミサイルタンクある、ミサイルタンクある、ミサイルタンクある。はい、やめて、ミサイルタンクあざす。あ、待って、なんか変なとこ戻されたんだけど、最低多分ここの上だな次は。あー、ここに繋がってんだね。はい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 。いやいいね、いいね。行けるところがもうバカ増えたってのだけで俺もうニコニコしちゃうわこれ。セーブポイント。さあ皆さん、じゃあすいません、今回ここまでにしましょうか。ちょっと今回探索しかしてないですねすいません、探索しかしてなくて、ミサイルの数がさ、なんか171だったんだけどバカ増えだな今回。まあいろんなとこ行っていろんなアイテムを探してって感じでだいぶ強くなりました。さあ次回がここの上に行って、なんだろうな、次またボスかな。俺ガボランでエミー倒したっけ。最近エミーに会ってないな俺。なんか俺あんだけ怖がってたけど、な、最近会ってないとまたあの子に会いたくなってきたいや嘘嘘、もう会いたくないです待ってマップ見たらあと何体か見れるな。あと2体残ってんだってエミーはね。終盤も近づいてきたと思います。最後まで楽しんでいきましょう。それでは終わります。チャンネル登録しない方はチャンネル登録、高評価よろしく。またね、おつぽいよ。